よっ、炭酸飲んでる、サブチャンネルへようこそじゃない。今の挨拶は私が秘密箱でやってる挨拶なんですけど、最近なんで炭酸飲んでるっていきなり聞いてくんのみたいな、やばいやつでしょみたいな言われるんですよ。全く何の意味もないですからね。こっちメインチャンネルですから、こしょここしょこしょこしょりんこ、皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日はなんか最近 YouTuber がセブンイレブンの料理はなんか美味しいみたいな、私がおすすめするランキング3週みたいな感じでよく YouTuber やってるじゃないですか。 YouTuber みんなセブンからお金もらってんのかなみたいな、多分そんなことないと思うんですけど、でもめっちゃ見てる。今招き猫にいるから。で、私は対抗していきます。私がおすすめするファミリーマート大好きメニュー、私がすごい好きな組み合わせを皆さんにご紹介します。もともとファミリーマート店員ですからね。ファミチキンいかがですかとか、 T ポイントカードお持ちですかとかね、言ってましたよ。じゃあ見せます。まずはメインディッシュから。これはもう鉄板でしょ。ドゥーちゃん、和風ツナマヨネーズ、これ美味しいんですよ。おむすびわかります？ほんと美味しいんですよ。で、次第2位、2位じゃない、これランキング形式じゃないですからね。いくよ、明太子マヨネーズ、もうこれもやばいぐらい美味しいですね。大丈夫かな、こんなカロリーとって大丈夫？ほんと美味しい。もうこれ私の中でおにぎり2強です。で、最後にデザートいきますよ。これもうまいんだな。ダーン。で、こちらなんでしょう。ふんわりチーズって書いてありますね。クリームチーズケーキみたいな感じ。上に生クリームなのかよくわからない味のクリームがたくさん乗ってて、その下に、しっとりとしたスポンジとチーズケーキがちょびっと入ってるって感じですね。もうこれだけで大満足しちゃうぐらいほんと美味しいです。で、今まで私はセブン派だったんです。ただこれを食べてからこれやばいんじゃないかって、この覆したなみたいな私の中で価値観を。あ、じゃあサムネちょっと撮りますからちょっと待ってて。何やってんだろう、本当に。いただきます。じゃあ何からいこうかな。和風マヨネーズで、私のポイント、私顎関節症なんで口あんまり開かないから、こうやってふってちょっと潰すの。あれですよ、顎関節症じゃない方は普通に食べてくださいね。いや、間違いないですね。これは何が美味しいっていうと、このもちろん外のねご飯も美味しいんですよ。ちょっとなんか炊き込みご飯風にこれだけでも十分いけるっていうぐらいなんですけども、その中に入っているこのマヨネーズとツナ、絶妙な相性なんですよね、この外のご飯と。マヨネーズたまんねえなー。そう、外側までねちゃんとしっかりとツナマヨが入ってるから、端っこ食べても味がしっかりしてるんですよ。カロリーが243キロカロリーです。120点で、こっちが229カロリーか。明太子マヨネーズの方が少しカロリーを抑えめですね。あんま変わんないけどね。こんな感じ。こっちの明太子マヨネーズの方は白米ですね。ただ白米も美味しいんですよ。じゃあ白米だけまず味を確かめます。うん、ちゃんと塩味が効いて美味しいです。こんな感じ。ピント合わせなきゃダメだな、これダメだな。 YouTuber として終わってんな。いくよ、ほらほら、ぎっしり入って、ほら外側まで入ってんですよ。ちょっとピリッとしてて、しっかり明太子の味がします。ただマヨネーズが入ってるからマイルドな感じ。そんな高くないですよね。うん、107円と115円か。そっか、その値段でこんな美味しいの食べれちゃうんですかね。いつでもいい時代になったもんだ。なんか新しい一芸を思いついたかも。なんだっけ、前は「うまそう」みたいなこと言ってるけど、今度は「うみたいなのやる？そういいか。チャンネル登録者解除されたらね、元も子もないんで死活問題ですよ、 YouTuber にとって。なるべく私は視聴者のね、低ストレスのね、動画を配信し続けたいなって思うものです。こんなにいっぱい入ってんのやばいよ。お腹が脆いんですよ。ほら、こんな外まで入ってるんですよ。もうその下界までもう1センチもないんじゃないのっていうぐらい。ダメだなこりゃ。120ってこれですよ今回。折り結べ、プシプシプシ。じゃあピントをこっちにもう一回合わせて。いや、こんな私の顔面なんて見なくていいんですよ。いくよ。このクリームですよ、このクリームの量、これですよ。こんなにクリーム入ってんの。これをこうですよ、なんて言うんだろう。美味しいソフトクリームわかります？牧場とか外で食べるミルク感が強めな、なんかそれに少し酸味が入った感じですっきりして食べやすいです。私がすごい最も好きな食べ方は、じゃあもう一回こっちにピンと合わせて、クリームと一緒に下のこうですよ、これこれ。やばいなこれは。これはやばい。ここまで美味しいコンビニスイーツはあんま出会ったことはしないですね。ね、うん、やばいな。正直スポンジあんまり好きじゃない人間なんですけども、これはスポンジだけでも美味しいんじゃないのかなって思っちゃいますね。じゃあスポンジだけいきますよ。なんかね、スフレみたいな感じなんですよねこれ。美味しい。うめえ。今すぐコンビニに走って買いに行った方がいいぐらい美味しいですよ。はいな。やばいな。ちょっと多めにね取って。うわ、これは、うん、しかもさっぱりしてるんで胃にもたれにくい、うん、結構ケーキとかってどっちかが美味しいっていうこと多くないですか？クリームが美味しくってスポンジはなんか微妙みたいな、でスポンジ美味しいけどクリーム微妙みたいな。これはどっちとも120点ぐらいいってるんですよ。240点でございました。文句のつけようのところがありません。ごちそうさまです。よかったらみんなも買いに行ってねー。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木香菜の秘密箱は画面の下に貼ってありますので、ぜひフォローもしてねー。あれ、そっか、チャンネル登録だから登録してねー。また次の動画でお会いしましょう。皆さんお気づきでしょうか。ちょっと近づきます。髪の毛こんな、なんか色変えたんです。変えたけどそんなわかんないか。ちょっと明るめになったんですけども、わかんないね。はい。で、まあね、2019年はこうやっておしゃれもどんどんしていくっていうことで、少しずつ私はイメチェンをしているわけですよ。まあ、女性の方にもね、かのんちゃん成長したねってこう女子目線で褒めていただけるように私は頑張りたいわけです。で、この前私は服っていうかスカート買ったんですよ。で、珍しくね、私も GU とかしか全然買わないような人間、まあ GU が悪いって言ってるわけじゃないですよ。服に対して私お金かけるのがちょっとあんま、どうなのかなみたいな、もう私センスないし、だったらもう1000円とか700円ぐらいの服でもいいやみたいな感じの人間なんですけども、私は6000円のスカートを買いました。どうぞ。今あれですかね、下ちゃんと靴脱いでますからね。ほら、なんかこれあれでしょ、珍しいデザインなんですよ。こうやってなんかいろいろ切り張りした、なんかお尻ゴミついてない、大丈夫、うん、こんな感じです。珍しいですよね。で、結構ね長い丈なんですよこれで。なんかいいなーと思って、でこれをこの前買いました。買ったんですけど、どうでしょうか。まあまあだよね。引き続き精進してまいります。ということで、バイバイ。